乃木坂46山下美月、卒コンへの思いを綴りファンから応援の声、最高のライブにしましょう。3月17日、乃木坂46山下美月がインスタグラムを更新した。山下は、自身のインスタグラムアカウントにて、山下美月卒業コンサートを東京ドームで5月11日、12日の2日間、開催していただけることになりました、と報告し、出身である東京の会場でアイドルとしての最後を迎えるのが夢だったのですが、こんなに素敵な場所に最後に立たせていただけて光栄です。と思いをコメント。続けて、皆さんが連れてきてくださった大切な場所です。私らしさ全開の2日間にしたいと準備しているので、アイドルとしての集大成を見に来てくださったら嬉しいですと告知すると、胸元にリボンがついたワンピース姿で、壁にもたれかかっている姿や、窓から景色を眺めている様子の写真を複数掲載した。この投稿に対し、SNS 上のファンからはおめでとうの気持ちと一緒にやっぱりちょっと寂しい気持ちも、最後のアイドル美月絶対会場で見たい、美月の花道がドームでよかったよ、最後まで全力でアイドル楽しんでください、楽しく最高のライブにしましょうなどの反響が寄せられていた。乃木坂46の3期生として加入し、人気メンバーとして活躍する山下。5月11日、12日に東京ドームにて開催される卒業コンサートをもってグループから卒業することが発表されており、7月10日に発売予定の乃木坂46の 35th シングル、チャンスは平等、では、自身にとって最後となる表題曲センターを務める。